こんにちは。エルチチャンネルです。今日は、購入したキャンプ用品の開封と、ドントスターブ、トゥギャザーに出てきたベーコンエッグを作っていくよ。いつものゲーム実況じゃないんだぜ。まずは、開封からです。購入した商品はこちら。ミニ焚き火台とアルコールストーブ、そしてシリコンチューブです。やはり買い足してしまったか。前回購入した開封動画も概要欄に貼ってあるので、ぜひ見てくれだぜ。だらか様より購入しました、アルコールストーブから開封していくね。厚手の布の袋に包まれているんだぜ。今回購入したのは五徳付きのアルコールストーブ。五徳の色は様々な種類から選べたんだよな。その中でも、他のキャンプ用品と合わせてシルバーを選んでみたよ。アルコールストーブの本体は金色で、火力調整のできる蓋付きなの。その蓋の部分には取っ手がついているのか。お、中にも蓋があるんだな。ゴム付きだから、これで中のアルコールが漏れないようになってるんだ。こっちの火力調整する蓋は、こうしてずらして使うみたい。霊夢はアルコールストーブ自体初めて見るんだぜ。アルコールを燃料にするってことが普段ないから楽しみだわ。中に燃料用アルコールを注いで火をつければいいみたい。とてもシンプルだが、燃料用アルコールの扱いには注意だぜ。ごとくにもこんな感じで乗せるだけでいいから楽だね。しっかりした安定感があるから斜めに傾いたりもしなさそうだぜ。使用感は後ほど。お次はこちら。ユーラー様の焚き火台です。ついにこちらも買ってしまったか。小型で組み立て方法が楽で、お手頃商品を探していたらこちらに巡り合いました。おや、目の細かい焼き網がついてるのか。この網もセットだから選んだ理由でもあるんだ。霊夢は、セット、の言葉に惹かれる傾向があるんだぜ。えへへ。そして、こちらは太めのしっかりした五徳部分。歪みもなく、太さがあるから熱で曲がったりもしなさそうだぜ。しかも、入れ物の袋もセットなんだ。白い粉が少し付着しているが吹けば大丈夫そうだな。機能的には何も問題なかったです。こちらの本体、実は改良版らしくて、高さを調節する穴が3つ開いているんだ。映り込みしたので少しカットだぜ。説明書もしっかりついています。組み立ても至ってシンプル。繋がっている本体を立てて、この灰受けの爪を穴に引っ掛ければいいみたい。バリもないので、サクッと取り付けられそうじゃないか。うん、とても簡単なので、引っ掛けたらこんな感じになりました。現在、高さは中央の2段目にしてるんだな。なんだか高さ的に一番落ち着く。お次は、木炭とか使う時に使うロストルを、灰受けの上に置いたら、この灰ストッパーを灰受けの隙間に差し込むね。灰ストッパーを差し込んだ後に、ロストルを置いてもいいんだぜ。こんな感じで差し込みました。木炭とかは使わないけど、この形、この組み立て方がとても好き。同じような大きさだと、ショーズの B6 くん、キャプテンスタッフのかまどがあるが、こちらの商品はほんの少し大きめなんだよな。奥行きが3センチくらいね。ここまでの部品がセットで他より一番安かったのと、この形がとても可愛かったのが、選んだ理由です。確かに、これがあれば小さなキャンプ場感があるんだぜ。裏はこんな風になっていて、シンメトリーな感じが可愛い。ピカピカで綺麗なんだぜ。こちらは横？燃焼用の穴も一つ一つバリはないぜ。穴の形が六角形で可愛いよね。最後はこちら、タイガースポリマー様の耐熱シリコンチューブ。内3ミリ、外5ミリです。クッカーの取っ手につけるんだな。一応取り付けておこうと思って、色は迷ったけど、半透明にしたよ。取り付けてみたら、握った時の感触が少し優しくなって持ちやすい。畳むとほんの少し浮いてるけど、ここは調整可能だと思います。シリコンチューブの長さを調整すれば、浮かずに済みそうだぜ。メスケンみたいにね、でも、私はこのまま使っちゃうかも。耐熱温度も200度くらいある耐熱シリコンチューブ。色を変えて自分好みの色を選べるのも自由度があっていいと思うぜ。取り付けた姿も可愛いよね。それでは、アルコールストーブに火をつけてみるよ。カチッ。おお、一瞬で火がつくんだぜ。燃料アルコールは火が見えにくいらしいので、扱いにはご注意くださいね。火力調整用の蓋をかぶせると、しっかり弱火になるよ。蓋の広がりによって火力の強さを調整できるのか。うん、アルコールストーブが綺麗な火を燃やし出してくれて、完全に閉じた状態の蓋を乗せることによって、火が消えるんだ。火は見えにくいから、本当に扱いには注意していこう。はーい。燃料が燃え尽きたので、焚き火台の中に移動させて、上に物を乗せてみるよ。クッカー一つなら十分な広さだぜ。二つ乗せると少しはみ出しちゃうね。メスケンはどうだ？メスケンならいい感じかも。
イエキャンだから、同時に載せることはあまりないと思うけど。この載せた感じ、かわいいですねー。アルコールストーブだけじゃなく、固形燃料ももちろん使えるよ。こうやって燃やして、料理ができるのは面白そうなんだぜ。焚き火台はいろいろなサイズや形があるけど、今回購入したユーラーの焚き火台は、とにかくかわいい。お値段も安いのに、保証も半年ついていて作りも素敵。これからキャンプ飯を作るのが楽しみなんだぜ。そうだね、初めて使う道具で。しかも燃料アルコールとか固形燃料とか、普段ない方法でご飯を作るのはワクワクするよ。試しに、軽く一品作ってみようぜ。うん。というわけで、ゲーム実況中のドンスタに出ていた、ベーコンエッグが食べたくなったので、今回はベーコンエッグを作ってみます。ゲーム実況もぜひ見てくれだぜ。材料はこちら、卵とベーコン。徒歩2分のスーパーで買ってきました。狩猟しなくていいから楽だよな。机の上に人工芝を敷いただけの、小さなテーブルキャンプ場からお届けします。ちっちゃなキャンプ場だぜ。スノキクッカーのフライパンに油を入れて、熱している間に、ベーコンをサクッと切っていこう。随分と分厚いな。薄くは切れなかった。そして、焼いていくよー。焦げつかないかな？おー、いい音だぜ。めっちゃ油が跳ねて熱いのを我慢してます。袖をめくったまま、戻し忘れているんだぜ。しかもベーコンをひっくり返すのも忘れて卵を入れてます。あらら。まあとにかく、いい火力でベーコンが焼けて美味しそうな匂いがしてるぜ。えへへ。とりあえず、深底のクッカーの方で蓋をして蒸し焼きにしていくよ。クッカーはどちらも蓋になる。面白いよな。しばらくしたら、オープン。おお、焼けているんだぜ。熱伝導率がいいから、早めに作れるのも魅力的だね。ベーコンエッグ、完成しました。プルンプルンの半熟なんだぜ。ドンスタのベーコンエッグを想像しながら食べちゃうよ。ふふふ。ちょっと失礼してチラ見したけど、そこも焦げついてないみたいだね。この変わった雰囲気でご飯を作るのはとても楽しいぜ。これからもゲーム配信もしながら、時々こういった動画も作っていきますので、よかったら遊びに来てね。というわけで開封動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。